クルップ・プロッツェは第二次世界大戦時にドイツ国防軍で運用された64輪駆動の軍用車両である。主に警報兵トラクターや兵員輸送車として使用された。クルップ・プロッツェは第二次世界大戦前の1933年、大戦前半の1941年にかけて、総計約7000両がクルップ車で生産された。 形態としては急傾斜したエンジンフードを持つ三軸、六四輪駆動のボンネットトラック型で約1トンの積載容量を持っている。エンジンは出力55馬力、排気量3.5リットルの水平対向4、気筒空冷ガソリンエンジンで、このエンジンが小型であることから、エンジンフード部分が車体全体に比して小型、低性のものとなっている。また、 サスペンション構造は、全二輪はリーフスプリング式で、後ろの四輪は独立喧嘩のダブルウィッシュボーン式という特徴的なものとなっている。生産したクルップ社による分類では、1933年から1936年に生産された前期型が L2H43、1937年から1941年に生産された後期型が、 L2H143 の形式に分類される。L2H143 は、L2H43 のエンジン出力を60馬力に強化したもので、外見にはほとんど変化はない。また、クルッププロッツェを運用したドイツ国防軍では、車両の運用方法による形式分類を行った。 主要な生産型は3.7センチメートルパック36対戦車砲などの牽引に多用された、砲兵トラクター型の KFZ69、非走行の兵員輸送車として使用された KFZ70 で、この他にも無線通信設備などを搭載した数種類の特殊仕様が運用された。また、特殊な派生型としては、クルッププロッツェの車台を利用した、 総輪装甲車として SDKFZ247 が開発され、少数が生産された。1941年以降、ドイツ国防軍では小型軍用車両を二軸四輪駆動あるいは四、二輪駆動とする方針が取られ、クルッププロッツェの生産は終了したが、運用は引き続き第二次大戦を通じて行われた。ありがとうございます。